アルファロメオ P には1924年にデビューしたアルファロメオのレーシングカー。このマシンは1925年に初開催された自動車世界選手権でタイトルを獲得した。全4戦の選手権レースのうち P には2戦で勝利した。アントニオ・アスカリがスパフラン・コルシャンでのヨーロッパグランプリで優勝した後、ガストーネ・ネブリッペーリが モン化でのイタリアグランプリに勝利したが、その間に行われたリナ・モンネリ・サーキットでのレースでは、アスカリが、首位走行中に、自己死した。1925年に、大幅なレギュレーションの変更が実施されたものの、1924年から1930年までの期間で、P2 は14のグランプリで優勝し、そこには、パルガ・フローリオのような重要なレースでの勝利も、含まれていた。 P2 は、ブガッティタイプ35と並ぶ1920年代の象徴的なグランプリカーであり、アルファロメオが世界王者として月景観を自社のロゴに取り入れることを可能にした。P2 は1924年に北、イタリアで行われるクレモナサーキットレースに参加するため、アルファロメオによって実戦投入された。このレースでアントニオ・アスカリは、 時速 158km を超える平均速度で優勝し、その後に行われたスピードトライアルでも時速 195km を記録して勝利した。P2 はアルファロメオの新デザイナー、ビットリオ・ヤーノによる最初の作品だった。アルファロメオ P1 が1923年、モンツァグランプリでフィアット勢に劣る性能しか発揮できなかった後、ニコラ・ロメオは P1 を廃棄することを決め、エンツオ・フェラーリがフィアットからヤーノを引き抜いていた。P2 が搭載するエンジンはアルファロメオにとって初のスーパーチャージャー付け直列8気筒エンジンで、2つのキャブレーターがコンプレッサー後部に位置するレイアウトだった。オリジナルの P2 は6台存在したが、現存しているのは2台のみで、アレーゼのアルファロメオ歴史博物館と、 鳥の自動車博物館に展示されている。P2 には、ショートテールとロングテールの2種類のボディ形状が存在した。2010年のグッドウッドフェスティバル・オブ・スピードでは、現存している P2 のうちの1台が、モニュメントに使用された。P2 は1930年シーズンに向けて改良され、秋き入れバルツィのドライブでその年のタルガ・フローリオに、勝利した。このレースで、バルツィは、 タルガフローリオの平均スピード記録を更新した。ありがとうございます。